IMP 佐藤あたら、戸部メンバーとの距離感、明かす滝沢秀明社長とは、近いも、平野くんこんくらい。戸部所属の7人組アイドル IMP の佐藤あたらが31日、MBS、せやねん。土曜午前9時25分に生出演。台風15の中で前日に大阪入りしたが、新幹線止まっちゃって、マネジャー総出で飛行機のチケット取って、なんとか来れました、と明かした。 早めに来坂後は、マネジャーと大阪駅近くのデパ地下でショッピングを楽しんだという。IMP の名称について、トミーズがから、何かの略と聞かれると、何の略かはまだ教えられてないんですけどと返し、まだ何かあるんじゃないかとと続けた。事務所の滝沢秀明社長との距離感を尋ねられると、両手で30センチほどの幅を作って、こんくらいなんで、近いですと打ち明けた。 元 V6 の三宅健との距離は、三宅くんはこんくらいです、と幅を広げ、ナンバーアンダーラインアイ平ラの賞は、平野くんこんくらいです、とさらに広げた。メンバーについては、両手がつく寸前まで近づけた。スキンケアについて、化粧水と乳液ぐらいです、と話した佐藤に対し、雅が、吉本やったら先輩が面白いじゃないですか。ほんで、面白い人間になりたいって思うねんけど、 事務所に男前がいてるじゃない、かっこいいのが。自分もかっこよくあるにはどうしたらええんやろうと思うわけ、と質問。佐藤は、思いますね、と肯定し、それこそ三宅さんとかずっと綺麗なので、どうやったらそんな風になれるのかなって、と話した。佐藤は、美の秘訣を三宅さんとかにすごい聞くんですけど、ミステリアスな方で、つかみどころのない方なんで、なかなか教えてもらえないです、と告白。 それでも、三宅は優しいといい、美味しいご飯を教えていただいたりとかはすごいありますね、と明かした。また、同じ旧ジャニーズ事務所出身でスタートエンターテイメント所属の何は男子道枝俊介が中国コスメのブランドアンバサダーに就任したという話題では、ワイプから笑顔で見守り、ビジュアルに、かっこいいですと口にする場面もあった。控えめな真君らしい発言だと思います。すっごくイケメンなのに、 これっぽっちも偉そうなところがないのがすごい、笑い。IMP は今はまだそれほど知名度がないかもしれないけど、実力ある7人なのでこれからたくさんの人の目にとどまり楽曲が耳に届くといいなと思います。下積みの長い人って応援したくなっちゃいますね。彼の誠実さが伝わる放送でした。こうやって、もっと地方のテレビ番組にも出れたらいいですね。ぜひ、まだ食べてないたこ焼きを食べて帰ってほしいです。 IMP という新たな風を吹き込む7人組のアイドルグループが、最近日本のエンターテインメントシーンに現れました。彼らの名前が示すように、IMP は何かの略か、と質問されても、その由来はまだ公開されていないため、多くの憶測や興味を引き起こしています。ファンはその答えを待ち望み、彼らの成長とともに新しい驚きを期待しています。佐藤アタラは、IMP のメンバーとして、 最近のメディア露出で注目を集めています MBS の「セアネンに生出演した彼は、台風の影響で交通が乱れる中、大阪に到着するまでの困難な旅を共有しました。新幹線が運休し、急遽マネージャーたちが飛行機のチケットを手配してくれたことで、ようやく現地に到着できたことを明かしました。その後、大阪に到着してからは、駅近くのデパート地下でショッピングを楽しんだと、 親しみやすいエピソードも披露しました。このような小さなエピソードは、ファンに対して彼の人間らしさや温かみを伝える重要な要素です。また、佐藤アタラは、事務所の社長である滝沢秀明との距離感についても言及し、こんくらいと30センチほどの幅を手で示して笑いを誘いました。さらに、元 V6 の三宅健やナンバーアンダーライン愛の平野翔との距離についても同様に表現し、 それぞれの関係性が少しずつ異なることを示しました。こうした率直な発言からは、彼がどれほど自然体であるかが感じ取れます。さらに、佐藤アタラは自身のスキンケアについても触れ、化粧水と乳液を使っているだけと謙虚に語りました。しかし、彼がどのようにしてその美しい肌を保っているのか、周囲からも大いに関心を寄せられています。司会者の雅が、事務所にはかっこいい人たちが多いから、 どうしたら自分もかっこよくなれるのか考えることはあるかと質問すると、佐藤は、もちろん考えますねと答え、常に美しさを保ち続けている三宅健に対して、どうやったらそんな風になれるのかと憧れを抱いていると告白しました。その一方で、佐藤あたらは三宅から美の秘訣を尋ねることもあると話しましたが、三宅がミステリアスでつかみどころのない人物であるため、なかなか具体的なアドバイスは得られないと笑いました。それでも 彼は三宅が親切で、美味しいレストランを教えてくれるなど、別の形でのサポートを受けていることに感謝の意を示しました。また、同じく旧ジャニーズ事務所出身で現在はスタートエンターテインメントに所属する名は男子の道枝俊介が中国コスメブランドのアンバサダーに就任したという話題についても食レられ、佐藤はそのニュースを笑顔で見守り、かっこいいですと称賛の言葉を送りました。このように、IMP は現在、 まだ知名度は高くないかもしれませんが、メンバー一人一人の個性と実力が光ることで、徐々に多くの人々の目に留まり、耳に届くようになるでしょう。下積みの長い人々の努力と情熱は、ファンの心を捉え、応援したくなる要素となります。佐藤アタラの発言からは、彼の控えめで誠実な人柄が伝わってきます。彼の言葉には、らそうなところが全くなく、自然体でいることが彼の魅力の一つです。 さらに、IMP のこれからの活動についても期待が高まります。特に、地方のテレビ番組への出演が増えることで、より多くの人々に彼らの魅力が伝わるでしょう。今後、IMP がどのような音楽やパフォーマンスを通じてファンの期待にいられていくのか、また彼らがどのように成長し、進化していくのかが非常に楽しみです。まだ若いグループであるだけに、今後の方向性や活動内容によっては、 さらに大きな飛躍を遂げる可能性があるでしょう。佐藤アタが大阪での出演後、まだ食べていないたこ焼きを食べて帰りたいという発言も、彼の素朴な一面を垣間見ることができ、彼のファンをさらに引きつける要素となっています。真君のような純粋で真摯な態度は、ファンにとって非常に魅力的であり、これからも応援したくなる要素です。彼の発言からは、彼がどれだけ自分自身を大切にし、 また同時に周囲の人々への感謝の気持ちを忘れない姿勢がうかがえます。これは若手アイドルとしての素晴らしい模範であり、彼の今後の成長と成功を期待せずにはいられません。IMP の未来がどのように展開するのかはまだ未知数ですが、その成長過程を見守る楽しみは尽きません。彼らがどのような音楽やメッセージでファンの心を捉え続けるのか、また新たな挑戦にどのように向き合っていくのかが非常に興味深いです。 今後も佐藤アタラをはじめとする IMP のメンバーが自分たちの個性を発揮し続けファンに喜びを届ける姿を楽しみにしています。